んにちは、ベビチューブのわかなとえみです。お出かけの時の交通手段の一つとして使う車。周囲への気兼ねがいらない分、気持ち的に楽なのが車での移動ですが、移動中に赤ちゃんの機嫌が悪くなってしまうなんて経験ありませんか？うん、一回グズグズってなったら大変だよね。大変。そこで今回は赤ちゃんが機嫌が悪くなってしまった時の対策をお話ししたいと思います。赤ちゃんの機嫌が悪くなってきたら、日差しが差し込んでない時は窓を開けて外気に触れたり、景色や外の音を聞かせてあげて気分を、ね、変えてあげる。グズグズが治らなくてイライラしてるままの気分転換にもなるよね。うん、落ち着かなくてなかなか寝つけない赤ちゃんには、いつも使っているぬいぐるみやタオルとかブランケットとか匂いがついてるもの、うん、肌触りとか普段寝る時と同じ環境にしてあげることで、うちは落ち着いてくれたよ。赤ちゃんもお昼寝しやすい環境を作ってあげるってことが大事だよね。うちはもう DVD です。もう無理だなってなった時は好きなアニメを見せてます。賛否はあると思うけど、その間にね、寝てくれたらラッキーだよね。寝てくれてる間に距離をね、稼ぐのが目的です。機嫌が治らなくて飲み物をあげたらバーンってね、お菓子をね、ダーンってかされたこともあったから、チャイルドシートの下に撥水加工のシートとかを敷いてあげると、ママのイライラを最小限に抑えられます。